当座新築指定身分証を準備のため、ライブ QR アプリの QR コードを用意。というわけで、安ドラのライブクランシェル初ライブ参戦動画でした。やっぱ海外の方は、少しですけど、見てる人多いので、ライブが好きで、でも日本にちょっと来れないよっていう人に雰囲気が伝わればいいなと、思いました。感想は語り尽くせないんですけど、早く指を直して、また、ドラム動画を投稿したいなってすごい思いました。はい、ということで、安ドラのライブ、ラルクアンシエル初ライブ参戦動画でした。ありがとうございました。